マプングブエ。マプングブエは南アフリカ共和国に勝って繁栄した都市である。シャシ川とリンポポ川の合流点に位置し、現在のボツワナやジンバブエの一部をも支配したショナ王国の前身にあたる一集団が点倒したことで、1050年から1270年に繁栄したと考えられている。マプングブエの都市遺跡は現在ユネスコの世界遺産に登録されている国立公園であり、 高校遺跡である。その遺跡としての価値と文化的景観が良好に残されているために2003年7月に世界遺産として認定された。マプングブエの丘は北西南東方向にソーセージもしくはくさびのような形状をした砂岩の丘であり、その名称はジャッカルの住みかを意味する。その切り立った崖の高さはおよそ30メートルで、 崖の上には平らな面がおよそ300メートルにわたって広がっている。その崖の上及びその周辺9ヘクタールには、諸説あるが、1150年頃から100年間、もしくは1220年から1290年までの70年間を、前世紀とする3000から5000人の人口を抱えていた国家があったと推定される。マプング笛が築かれた時、経通遺跡から移ってきた人々は、 マプングブエの丘の西側に住んだ。マプングブエの丘の前にある灰色の土は居住地域の広がりを示している。発掘調査によって k フ a c クと名付けられた場所で深く掘られたテストピットによって深く分厚い体積の状況が明らかにな。1980年に実施された発掘調査で確認されたこの層位は遺跡全体の居住層の順番。 すなわち変年を決定するのに大きく貢献した。一番下の第一層に、鉄器時代初期にあたる六世紀の居住を示しており、マプングへの丘を雨乞いに用いた農民たちがすでに暮らしていたことが明らかになった。第二層は、紀元千年度1220年に属し、西方にある、京通遺跡が、首都であった時期に相当する。京通に直接関連する人々がマプング部への丘の、 ふもとに暮らしていたことを示している。次に、マプングブエガ首都である時代を示す。第三層で、時期としては、紀元1220から50年に相当する。消失住居が、第二層から第三層の移行期を示している。人々は、新しい首都を作るために古い村を焼き払って、更新しようとした可能性がある。第四層は、1250年から1300年であり、 前世期として捉える節と衰退期であると考える、節とがある。いずれの解釈にせよマプングブエは50年から80年ほどしか首都としては機能しなかった。つまり時間的には、継通遺跡の半分にも満たなかったのであるが、南側の基段の分厚い体積はマプングブエに住み、この町を営んだ人々の重要な活動の足跡があったことを示している。マプングブエの社会は、 当時の南アフリカでも1、2を争う複雑さを持っていた。考古学者たちは、少数のエリート階層の人々は、マプング部への丘の上に住んだと考えている。長老としての指導者が、このように一般の人々と物理的な隔離がなされたのは、南アフリカの戦死時代において、初めての出来事であった。このような空間的な分割は、階層文化と結びついていた。 そしてこれは、後のバブ笛文化の起源につながっていくことになる。マプング笛は雨をもたらす丘とされ、マプング笛の丘の上に住むことによって主張は、マプング笛の丘の持つ呪力を得ることができると考えられてきた。主張の住む場所は、主張自身と主張の先祖と雨をもたらす呪力と結びついていくことを強調するものであった。この結合は、神聖なる主張権の特徴を表していた。 丘のふもとにある巨石の近くには、住民たちの紛争、調停、会議などを行う、公会堂が作られた。公会堂には家畜を連れて行くことはできなかった。公会堂は、マプングブへの主張に属する施設ではあったがマプングブへの主張は、ほとんどこの、公会堂へは行かなかった。というのは、主張は丘の上にいて、宗教的に分離されていなければいけなかったからである。 歴史的な事例から主張に兄弟と称する存在がいれば彼が代わりに紛争解決などその役割を果たしたと思われる。おじと称せられる存在が知られている社会では、主張の兄弟は首都において二番目に大きな力を持っていたと考えられている。マプング笛が没落すると、その存在は1932年まで忘れられたままになった。百三十二年の大晦日に、 地元の農家で発掘家でもあった S. ファングランとプレトリア大学卒業の彼の息子がマプングブエの丘の頂上で大量の工芸品を発見した。彼らはその発見をプレトリア大学教授レオフィシェに報告した。このことが今日につながる発掘の扉を開いたのである。しかし発掘された工芸品には黄金製のものが多くあったため洞窟を恐れて 発掘当初は秘密に行われた。工芸品の年代は、西暦千年頃から千三百年頃に及び、土器、中国産の青磁、黄色、青、緑のガラスビーズ、金箔が貼られた際の像をはじめとする黄金の装飾品類、土偶、造毛や骨を加工した製品のような有機的な遺物、精錬された銅や鉄などを加工した製品など、様々であった。この地域は、 マプングブエ国立公園の一部である。この国立公園は、ボツワナのツーリーブロックとともにリンポポ、シャシ国際公園を形成している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。